次のデジョンです。今回ナビベース、チャスマクイエということでね、5カップ、勝ち上がりまして、プレイオフ、なんとね、日本戦、チャスマクイエとの対戦ですね。まあ、今回ナビの方は、コマくんが参加している形で、チャスマクイエの方も、チャワさん入ってますね。元外波寺の CMG4 人プラス、チャワさん。まあ、これも正式に入ったのかどうかわかんないんですけど、まあ、お互いにね、まあ、以前までのメンバーと一人ずつ変えての対戦になるので、まあ、見どころとしては新メンバーっていうところが、まあ、どういう形で、今までのクランと違うアタックがね、一つずつ生まれると思うので、まあ、そこら辺も注目ですね。はい。まあ、シンプルに面白い勝負になるかなと思いますので、早速やっていきましょう。さあ、先行ナビの方からですね、ホッサン。ドッツウィズラバルですね。さあ、どこに飛ばしてくるのか。こっちから、ラバトツですね。さあ、エアスイッパーの方フリーズかけつつ、これは通ること知ってるのか。だいぶ奥の方まで届いていきましたね。さあ、ここ、しっかりレイジ置きつつ、マルチ IT 第一クロス投石のところ。まあ、ある程度ここって、奥の確かにな。なるほど、ラバで解除できんだ。さあ、しっかりここ投石く、いや、バーカ削れたね。もうこれは勝ち確。ああ。行きましたね。もうすでに行きましたね、これは。まあ、ベビードラをサイドカットに使わないんだったら、もうこの辺にね、ラバ割れた瞬間に置いちゃっていい感じかな。下側の方にも。これ、金、あ、昔の星さんのスタイルか。キングロイちゃん逆サイドぶっ刺しのタウンホールクイーン単品で見てっていう形になりそうですね。うん。まあ、キングをこっちに使うので、まあ、ベビドラとか刺さるけど使わず。まあ、これは結構、うん。割とやりやすいタイプの配置かなというところですね。ウォールブレーカー1枚2枚とタウンホールまでの道を作りつつ、いいですね。ジャイアント、アイスゴーレムで。まあ、アイゴレのタンクですね。アイゴレがより奥でフリーズ効果を発揮してくれるようなために、ジャイアントでターゲットを取って、アイスゴレもしっかり MSA してあげる。これ5枠ですけど、すごいいいジャイアントですね。この5枠、見落としがちですが。さあ、このフリーズをね、ここでかけれることによって、ここクイーンが単品でタウンホールまで進むことができると。さあ、キングの方も素晴らしい誘導ができている。クイーンはタウンホール打ちつつ、タウンホールはね、呪文タワーとか一切かかってないので、このままクロック突破。流れで対空砲までいけそうですね。もうこれ削れすぎ。これはもう勝ち確すぎるなぁ。さあ、対空砲が折れる瞬間にラバハウンド追加。ロイヤルチャンピオンもね、ライフオーラに巻き込みつつずっとキープして、まあ、本体流すタイミングでトーム一緒に入れていきたい感じですね。さあ、フリーズかけてラバストライカーをしっかりストライカーのタイミングね。これ。一つのところからピン出しで出すとね、バネトラップで全部飛んじゃったり、罠を受けてしまうので、バラバラの位置から出しつつ、しっかり裏側からもね、回収のバルーンとガーゴイルを通過して、もうこれはもうすでにトツビズの段階で勝ちが決まってるレベルの削りだったんですけど、さあ、ロイヤルチャンピオンもしっかりね、能力残した状況で回すことができて、もう、フリーズもあるね。勝ち確すぎるかな。もう、勝ち確すぎるかな。言うことないっすね。解説するところがない。もう、そのまんまですね。見たまんまですね。強すぎます。さあ、圧倒的全開フリーズ一発残していって、ロイヤルチャンピオンも残って、時間もぴったり、タイム管理までしっかりです。できてますね。まあ、一番得意な形ですね、ホッサンの。さあ、対戦相手、チハワさん。今、攻められたチハワさんですね。さあ、クイヒーライドラ、リターンの呪文を使ってというところ。まあ、最近ね、流行りの編成だったんですけど、まあ、一時よりは圧倒的に数が減りましたね。まあ、ある程度対策されもしてきつつ、まあ、あんだけ流行ったらそりゃそうだって感じではあるんですけど、ライドラは6体というところで結構ライドラの数を多めに採用しつつ、まあ、ちょっとヒーラー1体な、それは。一発持ってかれましたね。ウィズ島まで切ったらもう回収するか、ロイ、うん、回収していきましたね。上側の方に展開をしていって、アーチャータワー切って、ライドラの方も、あ、うん、シンプルにこっちは浮いてるから、ポンと投げた時かな。AT 残りましたね。さあ、ウィズで切り切りました。さあ、ライドラパートをここで始めていくような形です。ボマーセットしてますね。
5万話とかからここ迫撃なのか、まあ、また別の使い方をしてくるのか、後出しになってきそうですが。タウン前これライドラにかかるね。あ、まあ、タウンホールは受けちゃいますけど。うん、ナイス。おお、トームゆっくり溜めましたね。素晴らしい。あー、これライドラパートがめっちゃ強いわ。いいライドラの延命ができてる。そしてここからボマーを刺していく。タウンポイズンをしっかりと浴びせながら、まあ内側からね、これ投石の方進んでくれというところ。そしてここからキング登場。いや、これぶっ刺さりですよ。このボマーがね、しっかり投石の方にスライドしてくれるところ。ロイヤルチャンピオンの処理も当然被るところなので見てると思うんで、中身はスーパードラゴンかな。うん、スーパードラゴンですね。ここはスーパードラゴンとバルーンでレイジフリーズかけつつ、これはぶっ刺さってるかな。強いな。ただライドラ自身もね、こんなところまで全部6体結構最後の方まで残りつつ、キング、ロイヤルチャンピオン、クイヒーが合流というところ。まあ、能力はロイヤルチャンピオンしか残ってないところなんですが、キングの方もしっかりタンクをしてくれつつ、スーパードラゴンのね、これボマーが刺さりましたね。このタイプって結構シューターが一般的に使われるので、シューター以外の兵器を使ってのねライドラっていうのは結構珍しい形にはなるんですが、いい展開でしたね。さあ、ブーメラン放っていってフィニッシュ。さあ、こちらも全開スタートです。すごく面白いそうな試合になりそうですね。変化入チャーさん、しっかり全開です。さあ、ガク対戦前についてたんですけど、そのまま攻めるんですね。さあ、3時からスーパーウォールブレカで拡張しつつ、スーパードラゴン、あ、じゃあ普通のドラゴンですね。リターンの編成型のドラゴン、クイヒードラゴンですね。結構ね、逆サイドに天才とかイーグル折りの天才を交えた形でクイヒードラゴンね、やられる形もあるんですけど、まあ、タウン側がかなり火力も低いので、これはシンプルに、リターンを使ったね、クイヒーは美味しいというところ。キングに捕まってる間にスニガブがしっかり壊しきって、逆サイドもベビードラカット、バルーンもそれ落としな、うん、落った方がいいと思う多分。ナイス。さあ、インビジブル、うん、まあ、ここは必要経費ですね。さあ、折り切って、まあ、両サイド切って切ってレイジ置いて、まあ、ここも必要経費、もともと決めてたものだと思います。さあ、タウンホール折って、まあ、迫撃両方折ったら回収って形になるかな。うい、タウンポイズン受けないようにね。で、その、お、シューターの隣に来た。なるほど。珍しいですね。シューターとクイヒーを本当に同サイドから進めていきますね。さあ、そしてここからドラゴン。あ、自分で割りましたね、シューター。そして、シューター割って、中身をね、もう合流させていきましたね。シューターとしての仕事量というよりは、まあ、サイドカットみたいな感じで、対空砲とかかな。追っていきつつルート整備、クイヒーの形も、クイヒーもね、ドラゴンもね、両方のサイドカットになるような、そういうシューターうまいっすね。基本的にやっぱりね、人間は欲深いので、できるだけバリューを取ってやるっていうね、シューターの使い方をね、考えた時に、まあ、なかなか、うーん、シューターどこにも刺さんないって思ってね、攻めれないじゃんこれじゃってなることも結構多いんですけど、もう必要最低限でいいから、ここまで追ってくれればいいからっていう、そういうシューターを設定してきましたね。そしてシューターから出てきたこのインドラが、マルチ IT を折り切って仕事しましたね。あとはフリーズ1枚とロイヤルチャンピオン、キング、クイーン、能力残った状況ですね。レイジターがもうすでに発動しているので、ここは火力の落ちた、まあ通常のね、防衛施設になっているような状況で。ここ壁開いてないのか。ロイちゃんこっから刺しましたね。裏ではなくて表から。クイーンクローク持ってるんでね、裏から刺してもよかった。まあ、こっちかな。対空砲のサイドから。もしくは対地クロスからぶつ刺すような、ウィズと対地クロスって刺してもいいシーンかなと思ったんですが、うん。そうするとほら、このクロークが、捨てになっちゃうからね。フリーズ、フリーズじゃない、バルーンとスニゴブ4体裏から刺してって、まあ、どっちにしろ全開ですね。キングの方もしっかり生き残っていって、いやー、前回取りましたね。対戦前からの旗立ては何だったんでしょうか。さあ、やったーさん。いいですね。このまま2連全開というところ、対戦相手も取れるかというところ。花火かな？対空砲を折るようなロケ、あ、初手花火になりそうですね。タウンホール、対地クロス、マルチ IT、レイジタワーあたりが取れればいいなというところ。ソラスケルトンがここ2発。いや、強いよ、これ。
とトルネードまで。これワンチャン、クイヒーライドラとかにも刺さるようなソラスケですかね。さあ、ソラスケルトンも隠すようなインビジブルを出せないとなると、これは、事故りましたね。一個前かな、一個前ぐらいの動画で、スーパーガイゴールね、突画後のね、おっさんの動画上がってるんですけど、その時に言わなかったというか、デメリットとしてね、いくつかあるんですけど、みたいな話をしてるんですが、まあ、ソラスケルトンに対応できない、こういうのも結構弱点の一つですね。結構今のは、インビジブルをソラスケルトンにもかけつつ、クローンをね、置くのが多分良かったような気がしますが、さあ、インドラ正面からの形に、ああ、もうソラスケ4本ありますね。クイヒーライドラ、これ以前されてた配置かな？なんか形的には結構できそうな感じもあるので、まあ、そこをガンガンに目立ったような形でしたね。確かに実際チハーさんはね、さっきやってたんで、まあ、やってくるクラン相手に、まあ、タウン側からのね、ドラゴンとかそういうのを警戒した罠を置けていたというところですが、ぶっ刺さりでこれやばいっすね。多分これインドラ、溶けますね。ワンチャンこれ、とんでもないことになるよ。ピスト暴走されてタウンホールですが、タウンホール以上のバリューはおそらく取れないでしょう。タウンホールを取って援軍を釣って終了。これ、ガチで、やばいパーセントになりますよ。さあ、これはとんでもない破壊率での防衛ができそうか？さあ、ロイヤルチャンピオン12時側展開されつつ、クイーンはもう当然クローク使ってるんで、まあ、このクロークを使ったね、クイーンに、ラバがそっち行ってますね。さあ、ロイヤルチャンピオンブーメラン。ロイちゃんが捕まるよりはまだマシかな。さあ、ロイヤルチャンピオンの方にイーグル飛んで、タイチクロスもヒットしてるので、ロイちゃんここで終了ですね。さあ、ちっちゃい AT を追って、61% イーグルここ飛んできます。エリクサータンクまで折れるかというところですが、イーグル対地クロスヒットで 61% 痛すぎる。さあ、コマくん、さあ、かなりいい滑り出しになりましたね。まあ、とはいえね、1本しか相手も取りこぼしてないので、まだまだ勝負わかんないですね。さあ、6時からクイヒースタート、ウッドランチャーセットというところ、クロスボウの位置がね、左右対称じゃなくて、左だけ前面にあり、右が奥にあるという、かなり、ちょっと変わった置き方してますね。どういう意図なんでしょうか。さあ、アーチャータワーの方にバルーンを刺していきつつ、ウォールブレーカー、ここはつけていきたい感じ。ウォーデン、いいね。まあ、ついてなかったんだけど、オデンゾーの、攻撃を利用して、死亡時ダメージで穴を開けていきました。これでイーグル4への誘導ができるような状況を、イーグル入れてウッドランチャーでこのマルチ IT3 本を食い引いてケアできるようにしてタウンラバルっていうのがね、おそらく本来見ているプランだと思います。本来というかそういうプラン見てそう。ウォールブレーカーでキング投石に刺すのか、ロイヤルチャンピオンをそのまま投石に刺すのか、ロイちゃんですね。まあ、その方が強そう。で、逆サイドにはキングを使って、ウッドランチャーがこのタイミングで登場。援軍レイジター乗ってるんですけど、いいクロック。まあ、クロックを使ったことによってね、まあ、ターゲットがヒーラーとロイヤルチャンピオンとちょっと別々に動いてはしまってるんですけど。さあ、これクイーンやばいよ。ああ、それ遅い。ってなると、これはきついっすね。ランチャーまで裂いちゃった。乗って。いやー。うわー、ロイちゃんも延命できない。少しずつ呪文が遅れてますね。コマくんもね、結構、多分本数、クラクラ離れてた時期もあるとは思うんで、クイヒーはね、結構呪文のタイミングで、なんだろう、仕上がってるかどうかっていうのはわかるんですけど、そういうのね、マスクとか見ると結構わかりやすく、仕上がってんな、みたいな呪文の打ち方するんですけど、あの人。ちょっとこれは、まだ仕上がってない呪文の感じになってるかな。タウンホール、ウォーデン進んでないので、当然ここはレイジオケアで使っていきつつ、こっちもちょっとパーセントは、まあ、61を上回れば実質勝ちなので、破壊率で負けてはないので、まあ、とはいえ結構事故ってますね。まあ、今後ね、お互いに1本ずつミスるような展開になってきたら、まあ、ミスといってもね、今の環境星にはそんなに珍しくはないので、まあ、ある程度仕方がないところかなとは思うんですけど、どうだろう。
まあ、10% 以上のリードは一応これでも取れてるので、まあ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 。75から6までは行きそうかな。76まで行きつつ、さあマルチに焼かれてフィニッシュですね。さあ 76% になります。さあラビさん、71天才のラバル、71クイーンマルチイーグルかな、レイジターも巻き込んで、うん、ここになりそうですね。はい、しっかり天才の方が決まっていきました。ジャイクイーン展開しつつ、バルーンバルーンを置いてキングを展開していきます。おー、珍しい、このキング使ってる人あんま見たことないな。ゴーレム盾にしつつ、対地クロスボウとこの投石機の方を誘導させつつ、キングの方はこのマルチ IT ロイヤルチャンピオンとかをね処理するような使い方になるかなというところですね。さあ、いい誘導ですね、クイーン。ゴーレムのところめちゃくちゃちょっと援軍が釣れちゃった。インビジブルないか、これきついね。ラバにはフリーズかかってないとなるとクローク必須、ロイヤルチャンピオンも逆サイ展開してますね。なのでまあこれはもう狙ってた投石のところまでは伸びない形になっていきますが、どうリカバリーしてくるのか。ドリルまで来てるわ、まあ、余力でどれほど伸びるかだね。まあ多分こっちからラバル展開するのは相当リスクもあるし、エアスイも吹いてるので厳しいと思うので、まあ、タウンホールからラバルをして、まあ、若干バルーンを残して最後ケアをするという使い方になるかなというところですね。ドリルがまだ残った状況でラバルと一緒に進めそうかな。タウンホールとマルチインフィルのとこフリーズかけつつですが、手元のバルーンもう残り1体になってますね。結構苦しいかな、こうなると。ラバストライカー1機のトームが来そうですが、レイジ置いて1機のトームですね。下に流れたバルーンがだいぶいない。さあここはマルチ IT の方も降りつつ、結構ナビの方はもしかしたら罠変えてるかどうかわかんないんですけど、まあ、タウン前のところに結構トルネードを置いてタウン突を警戒したり、タウン側からのドラゴン系の攻めを警戒したりみたいな、そういう意識をされてそうな雰囲気を感じますかね、罠とかだと。さあこのアタックも防衛になっていきそうですね。さあ80ちょっとというところ、うん、まあ裏のバルーンたちはやはり残った投石機に焼かれてしまったというところ。まあゴーレムのね破裂した小ゴレの方で、ミニゴレの方で、ゴレマイトの方で援軍が連れてしまったところがとりあえずプラン外だったというところでしょうか。さあカズマくん、よいしょ、ギガホグにリターンの呪文入ってますね。おや、これは取ったことある配置をそのまま同じやり方で取りそう、まあ攻めそうなんですけど、あ違うわこれ、わかった。対戦相手がこの配置にこのやり方でやってた。カズマくん自身はね、6時クイヒからの3時クイヒリターンの呪文でね、タウンホール拾って3時に展開のディガホグで全開取ってたんですけど、その後ねクイーンボーカスじゃねえわ、ナビの方がね対戦相手にこの配置を出しまして、その時ねこのやり方で全開を取ってきてたんですよね、対戦相手。いやー今のタイミングも回収うまいね。うん、それをなぞりに行きますねこれは。しかもサイドを変えてるな、これ。いやー分かってんな、これ強。この辺レイジ打たないの冷静ですね。レイジ2枚しかないので、そのうちの1枚はねポンと気軽に使うんではなくて、まあ、必要のないものはねしっかり必要なしでこなしていく。さあここはレイジ置きたいんですけど、ギリギリ、いや、HP 管理、しかもこれベビドラのタイミング完璧だな。さあ素晴らしすぎる。シューターの方もね、テスラガン刺さりで、もう、これはもう勝ちですね。まあ、過去にね、二度ほどもうこの配置はディガホグで全開が取れてるので、ディガホグへの安心感というか、まあ、ディガホグでいけるという自信はね、かなりあるでしょうね。さあ、援軍が出てきたところ、ヒールを置きつつ、ロケバル結構ね、ディガーに対して強いんで、この落下ダメージとね、最初の初動でね、ヒールとか入ってないと一気にそれで持ってかれつつ、投石とかね、マルチとか入ると、
それだけでね、結構ディガーが死んじゃうってこともあるので、注意しなきゃいけない防衛軍の一つなんですけど、まあ、しっかりここはヒールをかけていきました。さあ、中心部、これ奥にもヒール打てるんで、まあ、これはもう、いったね。強いね。まあ、過去に一度全開を取ったことあるプランでも失敗することって、まあ、タウンホール15結構、全然あり得るっていうところなんですけど、これはめっちゃ綺麗になぞってるな。さあ、クイーンの方もウォールブレーカー一応つけつつ、ディガーはもうね、ロイヤルチャンピオンが落ちてしまった関係で止まってはいるんですけども、クイヒが止まんないですね。止まってはいると言っても結構いるけどね。いや、これはマジでぶっ刺さり。まあ、見たことない人はね、まあ、初見のアタックになるかもしれないんですけど、まあ、この配置はね、多分過去に3回目ですね、これ登場出てるの。うまい。さあ、対戦相手4人目ですね。ここで全開を取らないと、チャスマク EA からすると、もう逆転の道筋はないというような形かな。さあ、初手トームの、あ、ちげえわ。シンプルバルーンだけでしたね。フリーズだけで、フォーミングはあるんですけど、届いていく。かなり強気ですが、これは届かせていく。まあ、バルーンでね、しっかりこの辺までタンクできて、まあ、今、実際ね、ウォールブレーカーじゃねえや。あったんですけど、ホーミングの方は。それでも止まってないというのを見ても、まあ、いけるという自信があったんでしょうね。実際いけてるんで。まあ、位置的にこっちにあった場合はね、引っかかってはいるんですけど、基本的に対空砲の近くにあることの方が一般的なので、ここにホーミング置くっていうのはね、もう本当にトツトーム使われてても、まあ、トーム入ってたら、どっちにしろここ、落ちちゃう、吸われるだけなんでね。まあ、置かれる可能性は低いかなというところで、まあ、あったらやばいんだけど、ほぼ置かれてないでしょという、そういう読みもある、突撃感になってるかなと思います。ちょっとクイーンの方は、思ったような誘導ができてないんで、インビジブルでリカバリーをかけたんですが、ここは、まあ、悪くないですね。キングと、盾にして、クイーンとロイヤルチャンピオンの役割をスイッチさせたような感じになってます。で、早い感じなんですけど、もう3時ラバル展開されてますね。フリーズも4発あり、ここでトームをかけていきます。ロイちゃんが中心部削れるかにどうか、結構でかいよ、これは。役割として。さあ、ストライカーの方は潰れたんで、相手のロイヤルチャンピオンの処理をできればロイヤルチャンピオンでやるっていうところになってきそう。さあ、ウォーデンはなんかよくわかんない。アーチャーに釣られてましたね、今。ここでアーチャーにスライドしてた。さあ、このアイスラバがいいフリーズ生み出すか。さあ、トルネードで少し膨らみつつ、ロイヤルチャンピオンはロイヤルチャンピオン発見。さあ、ロイちゃんはやられてしまったんですけど、フリーズがここでね、入っていって、フェニックスが処理して。おでんぞう残りましたが、数的にこれはいけるかな。さあ、ヘイスト乗ってバルーン来ましたね、こっち。うまい。さあ、ヘイストに乗ってもう一度対空砲の方にも進みつつ、オウルもついてるんでね、これウォーデンだけでも押せそうですね。かなり早い展開でね、ヒーローパート進んでる途中でもうラバルスタートしてたので、時間の方もね、余裕を持って残ってます。さあ、残り40秒ぐらい。さあ、これはしっかり全開になってって、11対10というところで最後に望みをつなぐ形ですね。まあ、展開的には、まあ、最後クラスが残ってるんで、まあ、前回取ったら当然ナビの勝利というところ。まあ、破壊率の方も結構差はあるんで、星にプラスの何パーセントぐらいかな。まあ、そこそこなパーセントで勝ちが決まりそうな状況ですね。まあ、そこをしっかり低パーセントで防衛し、前回を取った時のみがチャスマック EA の勝利の条件になります。さあ、クラスですね。70% ですね。70% で同点なので、69% 以下でようやくチャスマック EA が勝ちの可能性が出てくるというところ。71%、星2の 71% 以上でナビの勝利が確定するようなアタックになります。クイヒーホグ、エレクトロタイタンとキングの方を3時に使っていくような形ですね。まあ、区画としても結構テスラも生えてきそうだし、リクスケもね、ありそうなので、エレクトロタイタンを使うことで、まあ、テスラ、リクスケケアですね。はい、こういうところ捕まるんですけど、エレクトロタイタンが強いと。特にね、タウンホールの横というところなので、結構キングが入れられやすいポイントにもなるので、さあ、できるだけキング伸びてほしい。投石は残ってもいいから、タイチクロスは折ってほしいですね。まあ、順番的には逆になりますが、特にもうテスラとか、そういうものは出てこないので、ここで十分かな。バルーン追加で、そう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 、さすがです。
そしてここは突撃艦を持ってきてますね。ガゴがあれば右が無双する。あー、イーグルトッツか。イーグル砲はもう発動してます。イーグルトッツだけやりつつしっかり解除しましたね。以前ねちょっと両方見切れずに、あー、いいフリーズ完璧にできてますね。さあ、ここフリーズもう一枚かけ直すか、しっかり先に折れそうかな。大丈夫か。 OK。 さあ、援軍の方はこれ全部は釣れてないのかな。ナイスフリーズ。うん、ガゴ出てきましたね。まあ、援軍がラバじゃないっていうのが確定したので、まあ、パピーに合わせるところもなくていいので。さあ、フリーズとポイズン、ここ打ち直し。クイヒーホグなんですけど、ホグの枚数結構バラバラに出してきてますね。サージカルホグ的に削り、ルートを作るようなホグを作って、まあ、破壊率の方の確保っていうところにもなってきそうですね。さあ、ヒールの呪文がないので、中心部一気のトームをね、かけていきたいところ。ボムタワー破壊するぐらいでトームかけるか、レイジターのところまで伸びやすか。まあ、ホグの数がもうなくなってはいるので、ここかな？やるならどうだろう。もうホグは見捨ててロイちゃんだけのトームになりそうかな、そうなると。ここですね。さあ、ウォールブレーカーがあるので、まあ、一応穴開けてこの辺は折れるので、こいつですね。モノリスさえ折れれば。さあ、ナイスインビジブルですが、少し能力のタイミング発動はさせられています。あ、モノリス折れるわ。これフリーズもあるんで大丈夫ですね。うま、これは勝ちを決めていく。しっかりとしたラストアタックで勝利をし、勝ち、星数の方でね決めていきましたね。いや、素晴らしいパフォーマンスで14点フィニッシュガーサス。さあ、ラストアタックイコールさんですね。6-1 天才のラバルになりそうですね。さあ、早くも9時のところ対地クロス投石レイジターというところに天才置かれつつベビドラ展開をしていって、3時にアーチャーを置いてるような形ですね。ここでバルーンを追加で出してベビドラのターゲットを利用してアーチャーターまでこれバルーンで落としきれそうですね。いいユニットの動かし方。そしてベビドラがターゲットを変えてこのまま9時の方向へユニット外周部をね切るような形になりますね。いい外周整理。さあ、アーチャータワー3連って言うとちょっと珍しい区画。さあ、赤枠もヒットしていきつつ、ここでウッドランチャー、このマルチインフェルノの方を担当するような意味合いですね。クイーンの方は流れて逆サイドのマルチ IT の方へ進んでほしいというところ。さあ、これ捕まってるんですけど、まあ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 、マルチまで折れればって感じかな。ランチャーのね、ちょっと今オデンゾンの攻撃受けてしまったんですけど、マルチまではこれで折れそうですね。むしろここで盾としていい役割をしてくれる可能性がありますね。いや、いいスーサイド。これはまあ上振れてね、奥の方のエアスイーパーまで折れればまあ御の字なんですけど、まあ大工もかかってるし、まあ結論ね、穴が開いたかどうかぐらいの伸びしかね大して変わんなそうですね。なのでこれはマックスバリュー。クイーンの方はここでクローク、ちょっとパピーに釣られてマルチインフェルナ残りますが、まあ、言うてもかなり削れてるんで、いいスーサイドができてますよ。フリーズ3発とレイジというところで、まあ、タウン前レイジ一気のトーン。うわー、すごいなこれ。いやー、これはえぐい。本体もだいぶ溶けてますね、これ。ロイヤルチャンピオンに対するケアができてないので、まあ、6時にびっくりして、本体パートがあまりできてない。さあ、罠変えてますね。えぐ。さあ、これタウンホールを突破させて、ロイヤルチャンピオンこの角度から、さあ、テスラモノリスというところ。いや、いい作りには見えたんですけど、びっくりテスラモリにソラスケルトンというところ。まあ、チャスマック EA、まあ、ナビもそうですけど、結構ソラ攻めの多いクランなので、ソラスケルトンが刺さりやすいというところですかね。まあ、クイヒーライドラだったりっていうところもあるし、まあ、シンプルに単体バルーンに対してもかなり強かったですね。まあ、そうなるとこういうロイヤルチャンピオンとかヒーローをスケルトンで止めることができないので、ロイちゃんの方が伸びていく。ただちょっと時間の方が怪しいですね。回収のガーゴイルの位置ももしかしたらちょっと固めて出してたところがあったのかな。こういったね、ちょっと視点になったり残りやすいところに残ってしまってるのは結構固め出したか
別のね上の方に使ってたかっていうところですが、ちょっと間に合わないですね。 97%。 いや、6時のソラスケルトン聞いたかな。ここによってガゴも消えたかも。はい、というわけでね、終わりまして、14対12でナビが勝利というところで、まあ伝統の日本戦でしたが、まあナビとジャスマック EA というところでね、まあターンホール15になってからも何度も何度もぶつかってるマッチングでしたね。まあですがね、今回はお互いに新しくメンバーがね一人ずつ追加されて、まあ変わったところでの、まあちょっと新メンバー同士がね入った、ちょっと注目の対戦でしたかね。非常にいい試合でしたね。まあナビの方もかなり仕上がってて、いいアタックが何度も続いてました。シンプルにね、6全開生まれてますからね、10分の6全開、6割の全開というところで、まあ、かなりレベルの高い試合だったというのもそれだけでわかるんじゃないでしょうか。というわけでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価でお願いします。また次の週、さら